こんにちは、ふたつきです。今回はこちらの食べ物の形をしたスクイーズを作ってみます。スクイーズとは握って遊べるスポンジみたいなおもちゃのことです。このスポンジは低反発素材で触り心地がとっても気持ちいいんです。実はこれ、このセリアで購入したスポンジに色をつけただけなんです。これは白いスポンジで色を塗ればオリジナルのスクイーズが作れるようになっています。初めてスクイーズを作るのでこちらを使ってみようと思います。こちらの商品は全部で10種類の形があって、ソフトクリームやマカロンといったスイーツと、食パンやメロンパンといったパンシリーズがあります。私はロールパン、ドーナツ、ホットケーキの形を買ってきました。袋から取り出すとこんな感じです。本体にはストラップをつけられる部品がついています。付属でストラップ金具もついているので、すぐにキーホルダーが作れそうです。とってもプニプニしていて触り心地がいいです。ドーナツの周りにはソースがついているような跡がついていて、塗る時の目印になります。では使用する材料をご紹介します。今回はセリアで購入したアクリル絵の具で色をつけてみます。最後に絵の具が取れてくるのを防ぐためにコーティングをするんですが、何がいいのかわからなかったので、こちらの3つを準備しました。ソフト UV レジン液、木工用ボンド、デコパージュ専用液です。すべて100円ショップで揃えることができます。それからドーナツの飾り付けにダイソーのフェイクスイーツのチョコスプレーを使ってみます。では早速着色してみます。薄い色から順番に塗っていきます。今回は乾かす時間もかかるので、3ついっぺんに作っていきます。アクリル絵の具の白をベースに、少しずつ色の絵の具を混ぜてパンのような色を作ります。白に赤と黄色を混ぜています。白から徐々に濃い色にしていくと失敗しにくいです。色塗りはあまり得意ではないので、本物のドーナツの写真を見ながら色を塗っています。次はホットケーキのスポンジの色を塗ります。側面は薄い色、裏表の面を濃い色にします。少しずつ濃い色を作って焼き色をつけていきます。ロールパンを塗ります。裏面とへこんだ部分を薄い色、出っ張っている部分を濃い色にします。ホットケーキのバターを塗ります。まだ色が薄いので、さらに濃い色をのせていきます。ドーナツのストロベリーチョコの部分を塗ります。スポンジの形に合わせて波のような感じで模様を描いていきます。まだホットケーキの表面が薄いので、焼いたような色になるように色を濃くしておきます。色が塗れたら絵の具が乾くまで半日から1日程度置いておきます。乾いたらコーティングします。デコパージュ専用液でロールパンを、木工用ボンドでドーナツを、ソフトレジン液でホットケーキを塗ってみます。ドーナツをコーティングします。上にはダイソーで購入したフェイクスイーツ用のチョコスプレーをのせてみます。ドーナツの上にボンドを乗せます。筆で上半分に塗り広げます。
上にチョコスプレーを振りかけます。自然な感じで全体につくようにしてください。お好みの量をのせたら乾くまで少し待ちます。ロールパンをデコパージュ専用液でコーティングします。デコパージュ専用液を少し出して筆でロールパン全体に伸ばします。乾くまで待ちます。ホットケーキをソフトレジン液でコーティングします。ホットケーキの上にソフトレジン液を出して爪楊枝で全体に伸ばします。この時レジン液に直接触れないようにしてください。裏面以外に伸ばせたら硬化します。硬化しにくい場合は太陽光に長めに当ててください。表面が乾いたらドーナツの裏面を塗ります。乾かします。ロールパンの裏面にデコパージュ専用液を塗り乾かします。ホットケーキの裏面にソフトレジン液を塗ります。硬化します。ホットケーキにベリーソースをかけます。ソフトレジン液にキャンドゥの着色液のレッドを混ぜます。しっかり混ぜます。ホットケーキの上にソースっぽくなるように塗っていきます。横から垂れているような感じにするとソースらしく見えます。配置できたら硬化します。コーティング剤が固くなったらストラップ金具をつけます。完成です。思ったよりも本物の食べ物っぽい感じになりました。元から食べ物の形をしているので多少色塗りに失敗しても食べ物らしい雰囲気になりますね。初心者に優しいスポンジだと思います。特にこのロールパンは明るい色を塗る場所が分かりやすくて作りやすかったです。ホットケーキはレジンで作ったソースが本物っぽくて食べられそうな見た目になりました。こちらはソフトレジン液でコーティングしたんですが、触った感触はちょっとベタつきます。手に残ったりはしないので硬化はできているはずなんですが、手触りはいまいちです。ドーナツは上に乗ったチョコスプレーの飾りが可愛いです。このトッピングだけでもだいぶ本物らしさを出せている気がします。木工用ボンドにちょっと乗せただけなので、このトッピングは取れやすいです。取れにくくしたい場合はチョコスプレーの上からさらにもう一度ボンドでコーティングした方がいいかもしれません。手触りはちょっと固めです。表面にしっかり膜がある感じがします。作った3つの中で一番サラッとした固めの手触りです。ロールパンは色塗りがうまくいってシンプルなのに一番本物っぽい形に仕上がりました。こちらはデコパージュ専用液でコーティングしました。手触りがサラッとしていて柔らかく、潰した時の感触も自然でいい感じです。今回使ったコーティング剤の中ではデコパージュ専用液が一番完成した時の感触が好きです。デコパージュ専用液でコーティングしておいてからソフトレジン液でソースなどの飾りをしてもいいかもしれません。機会があれば試してみたいです。というわけで、100円ショップの材料でコーティングするならデコパージュ専用液がおすすめです。セリアでこのスポンジを見つけたらぜひ試してみてくださいね。以上、ふたつきでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。